はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、前回に引き続き、イタレリの、フィアットアバルト695アセットコルサの制作の続きをやっていこうと思います。まあ、ちょっとね、順番、ウルフカウンターの順番に割り込む形にはなっちゃうんですけど、下準備のこの間が前編ってことだったんで、ちょっと後編を早く終わらせてサフボギまで行きたかったので、今回は、下準備の後編と、サフボギまで、やっていこうと思います。はい、サフってね、乾燥が非常に遅いんですよね。表面の乾燥は早いんですけど、中の乾燥が非常に遅いっていうのもあって、やっぱりサフ拭いてからできれば3日4日最低でも、置きたいっていうのがあるので、ちょっとサフ拭きまではねさっさと終わらしたいので、ちょっと急ぎ気味でやっていこうと思います。はい、というわけで早速作業やっていきます。はい、それでは早速作業をやっていこうと思います。で、まあまずはね、一番最初は筋彫りからやっていこうと思います。まあ筋彫りそんなないんですよね。パネルが別体になってる場所がほとんどなので、筋彫りする場所ってほとんどないんで、やるのはもうほぼここだけ、フロントのこのパネルの継ぎ目のとこだけ、ここだけですね。それ以外は筋彫りをやるところはほぼありません。ただまあ結構目立つ箇所の筋彫りなので、筋彫りな上に結構ここの筋彫り浅いんで、しっかりと脱線した、しっかりと彫っておきます。で、使ってる筋彫りは、0.3 ミリですね。 0.3 ミリのタミヤの筋彫りブレードを使って彫っていきます。まあビッグスケールっていうのもあるし、そんなにボディのチリ合わせとかがね、厳しくなかった時代の古い車っていうのもあるので、0.3 ミリちょっと太めのブレードを使って彫っていきます。まあ、12分の1なので 0.3 ミリでも 0.3 ミリだと、なんぼや、3.6 ミリじゃんな、3.6 ミリの隙間になるので、まあだいたいそれぐらいの隙間だったらスケール的には問題ないかなと思うので、0.3 で掘ってあげます。で、まあ、この掘る理由はいつも言ってることなんですけど、まあ、塗装で埋まってしまうのを防ぐっていうのももちろんあるんですけど、筋彫りの深さをね、均一に同じ幅で均一に深く掘っておくことで、こんな感じでね、わかるかな、これ影になっちゃうんだよな、このモニターで。こんな感じで自然とね影ができてくれるんですよね、パネルに。なので筋彫りとかを入れ、墨入れとかをしなくても、ある程度、メリハリがつくようになるっていうのが、一つの、効果になります。はい、なのでまあ僕の場合はそれをメインでやってるっていうのが多いですね。こんな感じで掘ってあげる。そしたら次は、パーティングラインの処理になるんですけど、まあパーティングラインはね、結構がっつりとこことここ、この部分と、あと
この部分、フェンダーのウェーカーのこの部分で、あと、どこかな、前はここで、フロントフェンダーの後ろのここに L 字のパーティングラインで、このルーフの部分はここの雨どいのところに沿うように後ろに来て、でここですね、ここの部分に左右を貫く形でパーティングラインで、あとリアフェンダーの、後ろ下までですね、ここまでズボーンとパーティングライン、こういう形でパーティングラインが入ってるので、これを処理しがてら、引けの確認と、あと前回削ったね、ここの部分、ここのバンパーの取り付け穴の部分の、鳴らすのをやっていこうと思います。で使うのは、いつものように筋彫り道のマジックヤスリ、これを使ってやっていきましょう。まずここちょっとやっちゃおう。まあ、ここの部分はね、ここの耳の部分を削ってあげるぐらいなんで、もうサクサクっとかけてあげたらいけると思います。で次にこのフロントフェンダーの上側の部分を削る。でまあ、丸っこい車なんでね、そんなにエッジとかはあまり気にしなくても、今回に関してはいいのかなとは思うんですが、それでもやっぱりね、ところどころエッジというかパーツの形状を気にしないといけない部分っていうのはあるので、そういうところを気にしながらやってってあげてください。でまあ、前回の動画でも言ったようにね、このプラ結構柔らかいんですよ。まあ、多分イタレリっていうメーカーの特徴なんだと思うんですけど、プラが結構柔らかいので、サクサク削れてしまうので、割とねちょっと削りすぎには注意した方がいいと思いますね。だから水研ぎでやるっていうのもいいとは思うんですけど、水研ぎでやると表面の状態がねあんまりよく分かんなくなっちゃうんで、水に濡れた状態だとなっちゃうので、まあ柔らかいから簡単に削れるんでね、こんな感じで空研ぎでねさっさっさっと当てていく感じでやってあげる方がいいんじゃないかなという気がします。下手に水研ぎでガリガリやっちゃうと、もしかしたらすぐに形が変わってしまうみたいなこともあるかもしれないので、気をつけてあげてください。でまあ、こんな感じでね、パーティングラインの上にこうやってペーパーを当てていってあげて、表面がね綺麗な状態になれば、まあ、それでほぼほぼパーティングラインは消えてると思います。こんな感じで、あとまあ引けとかをね処理していくんですけど、多分ねこのキットの場合はパーツの裏側にほとんどモールドがない、このボディの裏側にモールドがほとんどないので、おそらくその引けっていうのはほとんど出てこないんじゃないかなと思います。うん、そうですね、ほとんど引けないですね、ボディに関しては。
ちょっと白成形なんでね、カメラ越しだとほとんど分かんないと思いますけど、こうやってマジックヤスリでねこうかけてあげても、引けらしい引けはほとんどないので、多分大丈夫だな、大丈夫そう。そしたらまあ他の、パーティングラインとかを含めて全部処理していきます。はい、で今ねボディの引け処理やってて、唯一一箇所だけ、引けがあったので紹介しておくと、ここのサイドシルのバーツですね、サイドシルの部分ですね、ここの部分が、ここまでボディ一体なんですよね。ここの折り返してあるところまでボディ一体なので、まあ、裏側はこういう構造になってるので、やっぱりこの表側っていうのはこうペーパーを軽く当ててあげると、こうちょっとね当たるとこと当たらない部分が出てくるっていう感じで、若干引けがありますね。なのでこういうところはきっちりと鳴らしておく。でこういう引け処理とかをするのにはね、このマジックヤスリ非常に具合がいいんですよね。適度に柔軟性は、マジックテープでつけてるんでね、適度に柔軟性はあるけど、一応裏板としての効果もちゃんと発揮してくれるので、こういうところにねこう軽くパーッと当てるだけで綺麗に引けが取れてくれるんで、非常にこういうのの処理は便利だと思います。あとまあ単純にこうやってね取っ手がついてるんで持ちやすいから、こうボディ車のボディみたいにね大きい面積にペーパー当てる時とかでも指が疲れないっていうのは結構大きいかなと僕は思います。その辺は好みなんでね、このマジックヤスリのこの表面の感じが嫌いっていう人とかもね当然いてはるとは思うんで、そういう方はね違うやつを探してもらったらいいとは思うんですが、僕は結構好みなのでこれを愛用してます。はい、そしたら他の部分や引き続きやっていきます。はい、あとですね、前回の動画でくっつけたこのドアの何っていうかな、サイドシルじゃないけどここの枠のパーツですね、ここの枠のパーツのところのこの押し出しピンの跡、これもね埋めていってあげようと思うので、これちょっと見にくいけどガイアの瞬間クリアパテ R、 これを使ってやっていきます。で結構ちょっと前にこれ確かね、一回絶版というか販売休止して仕様変更したはずなんですよね。それで今流通してるのは新しいバージョンの方だったと思うんですけど、ちょっとそっちの方僕使ったことないのでね、そっちがどうなってるかっていうのはちょっとわかんないんですけど、僕の個人的な感覚としてはタミヤのイージーサンディングよりもこっちの方がちょっと削れやすい気がします。あくまで僕の感覚の話なんで、人によっては違う感想になるかもしれないですけど、僕はそんな風に思いましたね。なんでまあその辺も本当ね、使い比べてみてもらって、自分に好きなものを合ったものを使ってくださいっていう感じになっちゃうと思うんですけどね。僕はこっちの方が使いやすいからこっちをメインで今は使ってます。よし、まあ、こんな感じでね持っていってあげるんですけど、結構この押し出しピンがね結構がっつりなんですよね。
なんでこうやって上にこの瞬着パテを持っても固まるのにつれてね、引けてね、またへこんできたりするので、ちょっと何回かに分けて上に持ってあげてやってあげるといいかなと思います。でいつも僕が使ってるあのタミヤの硬化促進剤、あの先にハケで塗るタイプのやつ、あれはね下の方にしか効き目がないので、上の方がね、こうやって上から何回も重ねていってると上の方が硬化不良を起こしたりしやすいので、そういう時はこのアルテコの硬化促進スプレーを併用してあげます。でここに後からこれを塗ったらダメなのって思うんですけど、後からこれを塗るとねすっごい発火するんですよ。発火したところだけめっちゃ硬くなっちゃうんで、あまりおすすめはしないです。なので上から吹きかけ硬化促進剤を追加するときはこのスプレータイプを使う方がいいです。でちょっと臭いんでこっちでやりますけど、こうね、持ったところの上にかけてあげたらシュッと乾いていてくれるので、これでちょっと置いておきます。くさで、その間にちょっと他のパーツをやっていくんですが、ドアの方はねもう絶対に引けがあるんですよ。この内張りというかドアのインナーと留める用の位置決め用のモールドが裏側に入ってるんで、もう見るからにこの部分が引けてるので、こういうところはしっかりと修正しておきます。まあ、結構今の車と違ってね、一個一個の面が大きいんですよね、昔の車って。なのでまあそのプレスの技術が発達してなかったとか、そのデザイン的な流行りとかいろいろ要素はあるとは思うんですけど、今の車みたいにね、くね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 プレスラインが入っているっていうのがあんまりないので、こういう一個一個の面のね修正っていうのをしっかりやってるかやってないかで、結構その車全体の印象っていうのが変わってきてしまったりするので、プレスラインがいっぱい入ってるとね意外とね分かんなかったりするんですよ。ごまかせたりするんですけど、こういう昔の車とかの場合、アウト、昔の車とかの場合だとそのごまかしが逆に効かなかったり、その車の面がシンプルだから、ごまかしが効かなかったりするっていうことがあるので、もう結構しっかりとねやっといてあげた方がいいと思います。で走行やってる間にここの押し出しピンの後のとこに持った瞬着パテが乾いたの、瞬間クリアパテが乾いたので、そこを削っていくんですが、ちょっと場所が場所なだけにね、あのマジックヤスリだとやりにくいので、ここはちょっと紙ヤスを使ってやっていこうと思います。紙ヤスの400番ですねを使って削っていきます。でなるべく、この瞬着の持ったとこの頭を中心にかけるっていうイメージで、周りにね必要以上にかけちゃうと他の部分まで削れてしまうので、なるべくねそのパテの頭だけを削るっていうイメージでペーパーをかけていってください。
ちょっと盛りすぎた。でこれも僕のイメージなんですけど、あのタミヤの硬化促進剤、あのハケタイプの硬化促進剤で硬化させた方が削りやすいです。あのアルテコとかのね、あのスプレータイプの硬化促進剤を使うとなんかちょっとね硬くなるんですよね。あのこれこの瞬間クリアパテ R にしても、あのタミヤのイージーサンディングにしても、あのスプレータイプのやつを使った方が少し硬くなるので、あのできればあのハテハケタイプの方でやってってあげる方が作業がしやすくていいかなと思います。今回みたいにね思いっきりえぐれてるとかだと割と何回も盛らないとダメなんでね、さっきみたいにスプレータイプを使うっていうこともあったりするんですが、基本的にはハケタイプでいった方がやっぱりいいですね。全然削れねえよ畜生。まあ、こうやって地道に削っていくしかないのでコツコツやっていきましょう。盛り上がり具合によってはね、ちょっとカッターで削ってあげてもいいかもしれないな。カッターとかで、うん、せやな。まあ全部をねヤスリで処理しようと思うと時間がいくらあっても足りないので、盛りすぎたとこはカッターで飛ばしてあげる、カッターである程度添い上げる方がいいですね。ちょっと場所が場所やから非常にカッター当てにくいけど、普通の瞬着とかだとね、こんなカッターなんか刃が立たないぐらい硬くカチカチに固まっちゃうんですけど、結構この瞬間クリアパテ R はサクサクと削れてくれます。こんな感じ、こんな感じで、ピン跡を消してあげたら、次の作業に移ります。はい、で、まあ、今回はね缶スプレーを使ってやっていくっていう話で進めてるので、缶スプレーで行くんですけども、まず先にね、あのこの辺のエッチングを貼ったパーツ、この辺に先にメタルプライマーを拭いといてあげないとダメなので、まあ、これ、ミスターメタルプライマー、ミスターメタルプライマー貝ですね、これを拭き落とします。まあ、ここから缶スプレーを使っていく感じです。あとね、缶スプレーって混ぜるときこう振るんじゃなくてこう混ぜる方がなんかよく混ざっていいらしいですね。僕も知らなかったんですけど、この間クリオさんの広報だったかながツイッターでアップしてましたね。
で混ぜてあげて拭いていきます。で、缶スプレーは、まあ、全てにおいてそうなんですけど、あの出る量が非常に多いっていうのが悩みの種で、まあ、基本的に、コントロールができないので、まあ、この距離と動かすスピードで、表面につき方をコントロールしてあげるっていうのと、あと出始めと押し始めと離した時にピャッとダマが出やすいので、なるべくパーツにかからないところから始まってシュッと通過してパーツがないところで指を離すっていう風にしてあげてください。じゃあやっていきます。まず、まあ、メタルプライマーなんでね、これ色つかないんであれですけど、シュッシュッシュッと、こんな感じ、こんな感じで振ってあげます。じゃあこれはこれで乾かす。ドアもね、一応ここにちっちゃいですけどエッチング貼ってあるので、ドアにも一応拭いておきます。じゃあこれで乾かして、その間に次の塗料を、はい、次に振っていくのがこちら、ミスターサーフェイサーですね。ミスターサーフェイサーの1200を使っていこうかなと思います。まあ、なんかいろいろあるんですよね、クリオスのやつで。で、多分この1200、1500っていうのが多分仕上がりの表面の状態、粗さっていうのを指してるんだと思うんですけども、まあまあ1200ぐらいで十分でしょう。はい、たらこれをやっていきます。拭いていきます。で、ね、エアブラシみたいにこう持ち替えずにホコリを吹き飛ばすっていうのができないのでね、必ず拭く前の時点でホコリがついてないかしっかりチェックして、一箇所やり漏れを見つけたんでちょっとストップ。それから、やっていきましょう。この辺に邪魔だな。はい。ねえ、うちサルブースプロとはいえね、缶スプレーってなるとなかなかちょっと負担が大きいんで、あんまり本当はやりたくはないんですけど、缶スプレーでいきます。指がしんどい。こんな感じかな。まあ、とにかくね、缶スプレーの場合は出る量が非常に多いっていうのが本当に、まあ、何回も言うようですけど、出る量が非常に多いので、その辺を気をつけながら、エアブラシで拭くときみたいにしっかり乗せようっていうイメージで拭いちゃうと、もうその時点で塗りすぎになってしまうパターンがほとんどなので、その辺を気をつけながら
全体に均一にシャッ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 と乗せていくっていう感じでやってあげます。まあ本当今僕が拭いてた感じとかでも結構適当にシャッシャッシャッと拭いてる感じやったんですけど、結構全体にねしっかりもうすでに乗ってるんですよね。なので、とりあえずこれで一旦乾かしていきます。はい、でサフが乾くとこんな感じになります。こんな感じ。まあまあ一応均一には均等には濡れたかなという感じではあるんですが、まあ、やっぱりこうやってサフを拭くと処理が甘いところとかっていうのがどうしてもやっぱり見えてきてしまうので、ここからね、そういうところをもう一回手直ししてでまたサフ拭いてっていう感じで作業を進めていくっていう感じになります。まあ具体的に言うとここですね、ここの押し出しピンの跡が、まだきっちり消えきれてない、消えきれてないというか持った瞬着を削りきれてない部分がまだ結構あったりするのと、あとまあパーティングラインを消す時に当てたペーパーの当たり目がちょっと強かったりとかっていうところが何箇所か見られるので、その辺を、まだ修正して再度サフを拭くっていう感じで表面を整えていこうと思います。はい、まあ今回の動画に関してはとりあえずこれで終了という形にしようと思います。でまあ先も言ったようにサフは乾燥が遅いので何日かしっかりと、まあ、表面はね一晩置いただけでこうやって乾いてるんですけど、中の芯のとこがねプラに一番近いところっていうのの乾燥が非常に遅いっていうのがあるので、何日か置いてから、次の工程に移ろうと思いますので、このまま、修正してサフ拭いて乾かしていきたいと思います。まあ実際そのサフが乾燥が遅いっていうのは実際に体感として感じられる部分で急ぎで作ったからって言ってサフ拭いて1日しか乾燥させなかったキットとあとサフを拭いて3日4日とか1週間とか、乾燥させたキットとかだと、まあ、サフ自体の表面っていうのはそんなに変わんないんですけど、その後に塗った塗料、後に塗った塗装の、表面の状態であったりとか、次のその後から拭いたボディ色の塗装が、乾いていく過程での塗装の引け方、艶の引け方っていうのが全然変わってくるので、本当にね、一回試してみてもらうと分かりやすいとは思うんですけど、本当すごく歴然たる違いが出てくるので、その辺はね守ってあげた方がいいと思います。はい、なので、まあ、僕もねこのまましばらく乾燥させてっていう形で、やっていこうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけますと最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。